っと。あら、また緊急要請かしら。うん、はい、ロイドです。お、ビンゴだな。いやー、会ってて何よりだぜ。どちら様？なんだ君か。っておい、どうして君がこの番号を知ってるんだ。はん、警察のデータベースから調べたに決まってんじゃん。いや、警察のセキュリティってちょっとざるすぎるんじゃん。まあ、トップシークレットなんかはデータベースにはないみたいだけどさ。お前な、誰からなんだ。ああ、あのハッカーの坊主だよ。え、まったくあの子は。それで何の用なんだ。ハッキングの腕を自慢したいんじゃないだろう。それなんだけどさ、ちょっと僕からの依頼を受けてくんないかなって何。まあ正確にはティオの助けが借りたいだけなんだけど、一応あんたたちにも話を通しておこうと思ってさ。あのな、こっちは忙しいんだ。プライベートな話だったらさすがに断らせてもらうぞ。まあプライベートっちゃプライベートな用事だけど、報酬はたんまり弾むぜ。俺たちは遊撃士じゃない。直接そうした報酬を受け取るつもりはないんだが。ふん、お高く止まっちゃって。ただまあ報酬といっても直接ミラってわけじゃないさ。あんたたちの欲しがってる情報をパックしたメモリークォーツ、それだったらどうよ。いい反応じゃん。詳しい話はその時にするからさ。わかった。何だったの。ああ、なるほど。たく、ふざけたガキだぜ。しかも確実にこっちの足元を見てやがるな。でもとりあえず行ってみた方が良さそうですね。私の助けが欲しいみたいですし、逆にこちらが彼の足元を見ることもできるかもしれません。いや、別にそんな駆け引きはしなくてもいいんだけど。というか、どうして彼はティオに直接連絡しないんだ。おそらく悔しいんだと思います。おととい落ちゲーの対戦で徹底的に負かしたばかりですから。そうなのか。その落ちゲーっていうのはよくわからないけど、あの小僧がティオスケには頭が上がらないのは確かみてえだな。基本的に甘ったれですから。とにかく他に用事がなければヨナのところに行ってみましょう。私としても彼の依頼内容は気になりますし。そうだな、行ってみるか。
よく来たじゃん。よく来たじゃん、じゃないだろ。私の助けが欲しいそうですが。いや、実はさ、ハッキングの手伝いをあんたにしてほしいんだよね。帰ります。ちょっと待った！どうしていきなり帰ろうとするんだよ。そりゃ当たり前だろ。たく、ふざけたガキだな。いきなり犯罪を手伝いというのは少し乱暴すぎると思うんだけど。だから別に今のところは犯罪じゃないんだってば。それに企業とか IBC とかに仕掛けるわけじゃねえっての。ちょっと厄介な相手の尻尾をつかむってだけの話さ。厄介な相手？あ、食いついたな。あのさ、とりあえず話だけでも聞いてくんねえかな。あんたも絶対に興味がある話だと思うし。わかりました。ただし、つまらない話だった場合、少し痛い目に遭ってもらいます。ポムットで20連鎖くらい食らってもらうとか。本当にやられたら屈辱的すぎるんで、マジで勘弁してください。キティ？可愛らしい名前だけど、本当にそんなハッカーがいるのか？嘘言っても仕方ねえだろ。初めてそいつと遭遇したのは半年くらい前のことだったな。いくつかの会社にハッキングしてたら、突然何者かにトレースされたんだ。その時は慌てて侵入経路を切断してなんとか逃げたんだけど、その時にこっちを小バカにするようにキティってハンドルネームをこっちに送りつけてきたんだ。それ以来たまにこっちの仕事にちょっかいかけてくるんだよ。聞いた話だとハッカーというのはとても珍しい存在らしいけれど、本当にあなた以外にもそんな人がクロスベルにいるの？ああ、絶対間違いないね。そりゃ最初は僕だって何かの間違いかと思ったぜ。僕に匹敵する天才ハッカーがこの街にもう一人いるなんてさ。匹敵するというより、どう考えてもそのキティの方が腕は上だと思いますけど。ま、あなたの本来の専門はシステム言語の開発ですし、ハッキングで負けたからといってあまり気落ちしなくていいかと。余計な慰めはいいんだよ。とにかく僕としてはそいつに一矢報いてやりたいんだ。なんとかアドレスを割り出してアクセスポイントを掴んでやる。その手伝いを頼みたいんだよ。ふむ。今日キティがネットに現れるという保証はあるんですか？ふん、こっちもそれなりに分析と対策をしてきてるんでね。どうやらキティはいつもネットに張り付いているわけじゃないみたいだが、奴が興味を持ちそうなネタをネットにばらまいておいたんだ。今までの傾向から言ってキティが現れる可能性は 90%。 これを逃す手はねえだろ。なるほど。となるとどちらか片方がおとり役になってキティをおびき寄せる。その間もう片方が別のアクセスポイントからキティの侵入経路を割り出す。それを何度か繰り返してキティを追い込んでいく。そういった段取りでしょうか？へっ、さすがだな。あんただったらあのモードを使えばキティの処理に追いつけるはずだ。僕だっていろいろ準備はしてるから、スピードじゃ負けるつもりはないしな。2対1なら絶対に尻尾をつかめるはずだぜ。2つ問題が。え？まずハッキングの支援をするのに適当な端末が必要ということです。支援課の端末はハッキングのリスクを考えるとあまり使いたくありませんし。だったらちょうどいい場所がある。ジオフロント A 区画の下層に第三制御端末ってのがあるんだ。
こことはコアルーターが別だから挟み撃ちにはうってつけのはずさ。なるほど、都合が良さそうですね。話がまるでわからねえ。さすがに専門的すぎるわね。ただもう一つは、この忙しい時にそれなりの時間を取られてしまうということです。それはちょっと問題ね。昨日もレースかなんかで午後の時間を使っちまったしな。おいおい、そりゃないぜ。支援要請だっけ？それって別に必ずやんなきゃいけないもんじゃないんだろ？見返りに情報も渡すんだから付き合ってくれてもいいじゃん。でもな。ですからこの件は私一人で引き受けます。ロイドさんたちはこのまま支援業務を続けてください。ディオ。でも役割分担するだけの話です。どのみちハッキングになれば私一人がいれば十分ですし、皆さんだって私一人が抜けても通常の支援業務に支障はないでしょ。だがそのもう一つの端末ってのは駅前のジオフロントの奥にあるんだろう。さすがにちょいと危なくねえか。まあなんとかなるのではないかと。もうあそこの魔獣であれば私一人でも対処できそうですし。ティオちゃん、ならこうしよう。俺がティオに付き添うから、エリーとランディは警察本部の手伝いに回ってくれないか。おう、いいんじゃねえか。さすがにティオスケ一人を行かせるってのもあれだしな。そうね、私もそれは反対。本部も忙しいでしょうから雑用はいくらでもあるでしょうし。でもいいじゃん別に、遠慮することじゃねえだろ。あんたってそういうのを気にするようなタイプだったっけ。キッ。うわぁ、何怒ってんだよ。うん、わかりました。その代わり今日片付けたい用事は今のうちに片付けてしまいましょう。多分一度始めてしまったら夕方くらいまで時間を取られそうです。ああ、そうみたいだな。よし、だったら細かい打ち合わせをしちまおうぜ。じゃあ私とランディは警察本部の方に向かうわね。ロイド、ティオスケのことは頼んだぜ。なあ、任せてくれ。ランディは仕事をサボったりするなよ。ギグ。そんなめそもない。まあ私が一応監視してるから。ティオちゃん頑張ってね。はい、エリーさんも。向こうに到着したらエニグマでこっちに連絡してくれよ。ミッション開始すっからさ。わかりました。よくわからないけど、あまりやりすぎないでくれよ。動力ネットを利用している人に迷惑をかけるのはダメだぞ。へっ、言われるまでもねえよ。僕もティオも多分キティも一般ユーザーに気づかれるような素人臭い真似をするもんか。ネットという領域の水面下で2対1の鬼ごっこをする、そんな感じになるはずなので心配はいらないかと。ま、
それならいいんだけど。そんじゃよろしく頼んだぜ。さーて、腹ごしらえにピザでも頼んでおこうかな。やれやれ。それじゃあここを出てクロスベル駅の方に向かおう。ジオフロント A 区画の奥にある場所だったか。はい、第三制御端末ですね。細かい位置については到着した時に説明します。了解。それじゃあ行こうか。さてと、 A 区画の仮想というと右にあるエレベーターを降りるんだったか。はい、降りた先の奥にロックされたエレベーターがあったのを覚えていますか。認証コードを打ち込めば起動するので、そこから仮想エリアに行けるはずです。なるほど。って、認証コードなんかどうやって手に入れたんだ。以前 IBC の端末でヨナの居場所を突き止めた時に偶然手に入れました。多分そのまま使えると思います。大丈夫なのか、勝手に使ったりして。ジオフロントそのものはクロスベル市の施設ですから、法的には問題ないかと。単に問い合わせの手順を短縮しただけのことです。そういうもんか。まあいいか。とにかく降りてみよう。はい。